真っ黒黒。宮森さんが休日に一人ドライブをしていた時の話。赤信号で停車した際、何気なく道路の左手の方へ目をやってみた。そこには見慣れたスーパーがある。 その脇、小さな郵便ポストに、今ちょうど、郵便局の制服を着た回収員の女性が鍵を突っ込んでいる。やがてパカッとドアを開けるようにポストの全面が開いた。ああいう構造なのか、と宮森さんは感心した。 刹那。ぼぼぼぼぼぼぼ。と、ものすごい量の黒い綿毛のような何かが、ポストの中から雪崩を打つように飛び出した。んなんだ、今のは。と、目をしばたかせる。 見えたのはほんの一瞬だったが、宮森さんは、某有名アニメに出てくる、すすのお化けにそっくりだと感じた。それが完全に出なくなると、回収員の女性は、胸ポケットから小さな瓶のようなものを取り出し、中に入っている粉状のものを、 ホストとその内部に振りかけ始めた。しようかな。と思った瞬間。後ろからクラクションを浴びせられた。信号を見ると、とっくに青だ。慌てて宮森さんは車を出した。 最後にチラリと横目でポストの方を見ると、すでに郵便物の入った袋を取り出して、何事もなかったかのように車の方へ向かう女性の姿が見えた。何の仕事も大変だなぁ、と、彼は心底思ったという。 最後までご視聴いただきありがとうございます。毎週土曜日21時からはお酒を飲みながらの生放送、箱分けの飲んだら乗るなラジオ放送中です。ぜひ遊びに来てくださいね。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローもお願いします。それでは今夜も素敵な悪夢が見られますように。